ダメですよ。いやでもね、これいい意見みんな削られてるんですよ。これ自民党の人たちのね、間違いはね、自民党は腐っても怠惰と思ってるんですよね。庶民は腐った怠惰は食わないの。だからそこんとこが全然分かってないんですね。自民党が本当によみがえろうと思ったら一回死なないとダメなんです。一度死んでよみがえる、これなんですよ。だから旧自民党と新自民党に分けて、旧自民党には古い人たちと党本部と借金を背負わせて処理するの。新自民党はみんなの党と一緒になればいいんです。それが自民党のよみがえり策なんですよ。国鉄方式ね。旧国鉄方式ね。総裁選挙に出た西村さんが。西村さんだって。